パンツベをご覧の皆さん、こんにちは。海幕広報室の中村一です。今回の缶詰は、いつもの缶詰に比べたらちょっと珍しいタイプの動画かもしれません。なので最後までご覧ください。タイトルコールどうぞ。それでは説明いたします。ありがとうございます。このニコニコ超会議というのは、株式会社ドワンゴさんが主催するまずイベントなんですね。でこのドワンゴさんというのは、インターネット動画投稿サイトニコニコ動画を運営しているんですけれども、このニコニコ動画のコンテンツをテーマとするユーザー参加型のイベント、これがニコニコ超会議なんですね。でこれはどういったことがあるかというと、動画コンテンツの再現、各種展示、コスプレ、ダンス、歌舞伎、ネットアイドルの方によるライブなんかが行われたんですね。でこのイベントに海上自衛隊が参加したということなんです。まあ、でも実は参加したのはですね、今回が初めてではないんですよ。まあ、防衛省としては4回目のニコニコ超会議から、講演として海上だけではなく陸上自衛隊、航空自衛隊も参加してるんですね。で今回海上自衛隊の広報室としては、救難飛行艇 US2 のネット見学会、そして横須賀からですね、護衛艦小出雲、ちびしまの展示、そして現役自衛官によるトークショー、さらには東京音楽隊太田一曹のストリートピアノも行われたんですね。その他にも海上自衛隊の募集推進室とか地方協力本部なども募集広報用のブースを出していました。当日会場に行きたいけど行けなかった方や、全く自衛隊のことを知らない方、当日イベント行きましたよ、見てましたでという自衛隊のことを好きな方も、皆さん楽しんでいただける動画だと思います。それではまずはじめに、過去に缶詰にも登場した救難飛行艇 US2 ネット見学会の様子をご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい、ナレーターの荒木です。ネット見学会はドワンゴ本社のスタジオで行われました。今回はこの広報室、荒牧兄さんが US2 を解説します。案内された先にはおしゃれなオフィスの雰囲気の中、たくさんのスタジオが並んでいます。お、壁にはあのおなじみのコメントも。広報室一行はひとまず控え室へ。本番前の荒牧兄さんの様子を見に行くと、真剣な顔で台本のチェック。意気込みを教えてください。そうですね、今日はニコニコ超会議さんにですね、救難飛行艇 US2 これを紹介する時間をいただいたということで、 US2 乗りとしてもですね、いろんなところからプレッシャーをかかっているので、頑張って噛まないように、変なこと言わないようにやっていきたいと思います。加藤さん、いかがでしたかみたいな話、もしもせればお出しいただいて。説明にはないんですけど、実はこいつ怒り持ってます。え、そうなんですか。怒りを積んでるんです。なんだか調子が良さそうな荒牧兄さん、元自衛官タレント飾りさんとも息がぴったり。パイロットにご出演いただいております。私のお隣、海上幕僚監部広報室二等海佐の荒牧大輔さんです。拍手。フラップとかって曲がっちゃったりするんです。アクエンジンも、曲がっちゃうんですよ。水で曲がるんです。水で曲がるんですよ。さすがは US2 のパイロット、解説も絶好調、と思いきや、応募方法ですが、今から私たちが決めるキーワードをコメントしてください。では荒牧さん決めてください。お願いします。ゲオジン、ゲオジンってめっちゃ入ってきたんで、ゲオジンしますか。了解です。はい、では今回のキーワードはイケオジ、イケオジでございます。調子に乗りすぎてました。とはいえ、長時間の解説お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。終わりましたね。1時間半の生放送、ちょっと延長してましたけど、はい、ちょっと時間がなくて喋りすぎちゃいましたね。あれ、コメントも好意的なものばかりで嬉しかったですね。そうですね、温かいコメントばかりで、はいはい、やっぱり US のいいところを PR できましたね。はい、ちょっとでも海上自衛隊の広報の、ね、力になればいいかなと思います。池落ちというコメントもありましたが、ね、お恥ずかしい。どうもありがとうございました。はい、どうも。じゃあ次はリアル開催で頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。おつおつ救難飛行艇 US2 ネット見学会の裏側、いかがでしたか？ US2 の解説を行ったのは、我らが候補室、US2 のパイロットでもある荒牧美沙でした。どうもありがとうございました。コメントでは、まあ、池尾寺とか言われてましたね。誰が池尾寺だよって、誰が池尾寺だよって、どこが池尾寺だよって言って、候補室の中で言っておりますけども。さて、そんなことはさておき、千葉県は幕張で開催されました。リアル開催の様子をご覧いただきたいと思います。荷物の搬入からブースの設置、トークショーの裏側など盛りだくさんですので、どうぞご覧ください。さあ、続いてはリアル開催が行われた幕張メッセです。さすがはイベント会場の最高峰、広い。ここで陸海空それぞれのブースを出展します。早速ブースを設置していきます。皆さん、カメラを気にせず真面目にやってくださいね。皆様をお出迎えするモニターの準備やマネキンに制服を着せていきます。 PR 動画が流れているのを確認して、ポスターやグッズを設置したら、海上自衛隊特設ブースが完成です。かっこいい。さらにブースの前では何か大きなものを運んでいます。一体何なのでしょうか？正解は、この日横須賀からやってきた護衛艦小出雲と護衛艦千里島でした。これで展示の準備は完了。さあ、いよいよ本番初日です。中村一、ご案内をお願いします。我らが海上自衛隊ブースにやってまいりました。こちら、これパンフレット、これカレンダー、どうですか、マスクも。中を見てみるとすごい、めちゃくちゃかっこいい写真が上がってますね。これ見ていきますか。ほら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 、見てください、これ守る未来、つなぐ海、海上自衛隊は今年70周年ですね。ドドーンとお出迎えですね。あ、ちょっとマネキンで隠れとるのよ。はいはい、やろう言うてね。はい、缶詰、我らが缶詰やってまいりました。はい、缶詰ですね。ここで写真も撮れるんですね、缶詰で。こちらにも缶詰たくさんございますね。いいですね。はい、何人ぐらい来てくれるかな、楽しみですね。そしていよいよお客様の入場です。うわぁ、すごくたくさんのお客様がご来場されています。自衛隊のブースはどうなっているのか。やった、大盛況。ご家族連れや男性女性問わず、たくさんの方に来ていただきました。中にはこんな人たちも。空の男でもあるんですけど、海の男でもあるんです。ありがとうございます。まさに私ですね。私あの US2 のパイロットなので。自衛隊に関心を持ってくださる方がたくさんいて、我々も感激です。ブースの裏では何やら打ち合わせ中。飾りさんが参加して、中村一位や私荒木も参加したのが海上自衛隊トークショー。はい、皆さんこんにちは。ニコニコ超会議2022自衛隊ブース、楽しんでらっしゃいますか？イエーイ、おー、拍手ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。海上幕僚監部広報室から参りました、ユーモア担当中村一です。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。海上幕僚艦部広報室のブレーキ担当二等海曹荒木美香です。よろしくお願いします。撮影時に印象に残っているエピソードとありましたらお二人教えていただきたいです。あーこれイージス艦のマヤで撮影してきた動画で、護衛艦のエンジン起動の撮影の時に4人でなんか YouTube っぽいジャンプ移動みたいなのをするシーンがあったんですけど、そのジャンプを撮り終えた後一人の作業員の方がちょっとこれから仕事で次の撮影に行けませんなんて言われてしまって、着地のシーンは3人になってたんですね。何事もなかったかのように撮影進めたんですけど、知らないうちになんかネット上で話題になってまして異空間に行ってしまったところですね。荒木さんはどうですか？ SH60K に乗ってみたからの3部作発着艦訓練やってみたってあたりになるんですけれども、嵐女というか割と天気を荒れさせがちなところがございまして、ヘリで護衛艦に降り立ったんですけれども、天気は良かったのにすごく風が強くて波が高い日だったんですね。でこんなに揺れてるんだからさぞかしすごい衝撃が来るだろうと思って待ち構えてたんですけれども、海上自衛隊のヘリコプターパイロットめちゃめちゃ優秀なんです。気づかないぐらいのソフトランディングで実況しそびれてしまったというのがよく印象に残ってます。では以上をもちまして海上自衛隊トークショーを終了させていただきます。皆様今一度大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。大盛況の中、1日目が無事終了しました。さあ、本番2日目。この日もたくさんの方がご来場されました。海上自衛隊ブースも大盛況。荒牧兄さんも中村一位もブース対応にてんてこまいでした。さらにこの日は、超演奏してみたのストリートピアノに、海上自衛隊東京音楽隊の大谷一曹が出演。今日はどんな曲を演奏されるんですか？今日は海にちなんだ曲。あ、なるほど。はい、海上自衛隊ですね。はい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 。前編はニコニコ超会議のアーカイブからご覧いただけますので、ぜひご視聴してみてください。そしてブースの裏ではまたまたトークショーの打ち合わせ中。皆さん何やらフリップに記入していますが、本日はですね、やってみてほしい缶詰のテーマについてお話をお伺いしてみたいと思います。では早速なんですけど、まずは中村さんからやってみたい缶詰企画お願いいたします。ダダン、こちら。お、なんだ。私のやってみたい缶詰は侵入隊に密着探偵物語という、探偵物語といっても別に私がサングラスをかけていろんな海上自衛隊の事件を解決するというわけではなく、やっぱり新入隊員が最初に行く部隊という教育隊なんで、そうですね、私も行きました、はい、よく行きたい。企画としては結構長期密着取材になるんですけども、お、私が新入隊員になりすまして、今の海上自衛隊18歳以上から33歳未満まで入れるので、はいはいはい、あれちょっと老けた新入隊員だなぐらいしか思われなさそうなんで、いけるかな。就業までの数ヶ月間一緒に共に寝起きし、食事をし、まあ、友情、時にはトラブルもあったり、まあ、恋愛があるかどうか分かりませんけれども、最後は教育隊名物の探偵競技、これを仲間と一緒に、無事に、実施して涙の就業、これをちょっと目指したいですね。これは面白そう。ではですね、荒木さんの企画お願いしてよろしいでしょうか？はい、私がやりたい缶詰はこちら。ででん、ででん、海上自衛官お仕事ルーティーンです。おお、
それでですね、私が海上自衛官になってから一般の方に一番聞かれる質問がですね、もう自衛官って毎日何してんのっていうことなんですよ。わかります、わかります。ありますよね。なんか訓練って何、走るのとか、北前進それは陸自だってみたいな話がね、毎回繰り広げられるんですけれども、ちょっと皆さんのそんな疑問にお答えすべく、ちょっと朝出勤してから海上自衛官がですね、制服に着替えて、そこからお昼にカレーを食べて退勤するまでの間、何をしてるのかというのをちょっとルーティン動画に仕立てて。その他にも飾りさんからはこんなテーマ案が。さらにさらに会場の皆さんや視聴者の方からもたくさんのテーマ案をいただきました。皆さん本当にありがとうございました。ということで、盛りだくさんの2日間が終了。広報室員にとっても充実した2日間となりました。ご来場いただいた皆様にも自衛隊について関心を持っていただけたのではないでしょうか。今回の缶詰はいかがでしたか。ニコニコ超会議の、トークショーのテーマでもあった今後やってみたい缶詰ということで、こちら元自衛官タレントの飾りさんが考えてくれたものですとか、候補室の荒木二層が考えてくれたもの、いいですね。一応私も考えてみたのがあるんですけど、いずれかは実現できたらいいなと考えております。これだけじゃないですよ。缶詰では航空機も艦艇もどんどんお見せしていきたいと思っております。チャンネル登録よろしくお願いします。